決めたぜ。衣装を選んでもらいたい。これが落ち着くわ。やっぱり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 これが落ち着くわ。忍びの服ではないような。やっぱりこれが落ち着くわ。のんびり決めようぜ。決めたぜ。どれがいいかなっと。決めたぜ。次は誰が行くんだ。ここはズバッと決めたぜ。のんびり決めようぜ。決めたぜ。次は誰が行くんだ。ここはズバッと決めてこうぜ。決めたぜ。いらっしゃいませ。お値引きはできませんよ。入荷したらお知らせしますね。どれがいいかなっと。やめとこうぜ。ここは決めたぜ。どれがいいかなっと。決めたぜ。みんなの物語だ。楽しもうぜ。みんなそれぞれの道を行くんだな。
任務はこなすわ。行ってらっしゃい。起きた。飛ばしちゃうぜ。無限天身流破人門の力見せてあげる。任務開始。予備。一緒に楽しいことをしようぜ。楽しいことって、あんたまさか曜日のレボリューションなおっぱいを触る気なのね。いや、今回はおっぱいに興味がない。そもそもおっぱいが触りたければ他のやつのことに行くしな。それってどういうことよ。甘い。逆連戦突破。お仕置きよ。甘い。甘い。さあ行くわよ。200連戦突破。握った。神竜破人門の技見せてあげる。やっ、はっ、はい、お仕置きよ。てやっ、やっ、は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 い、はっ。いざ聖火の宴に舞い散れ。やめろ、お尻を触らないでよ。こいつはプリプリだ。すっごいデカ尻だぜロビー。だからお尻を足つかみにしないで。この弾力、お餅、いや違う、マシュマロ、いや違うな。ちょっとやめ。どっちにしてもおっぱいとは違ってこの感触最高だね。おいプリプリ、もちもちもち。無理だね。やめられません。止まりません。やるじゃない。技あり。このほら負け。あんたに負け。ほら、やせないわね。勝負あったわね。悪くないわね。
しよう。この胸、行きましょう。もし忍びの道を極めたら、その次に私は何を目標にすればいいのでしょう。素敵なお嫁さん。ですが、素敵なお嫁さんになるにはどうすればいいのでしょうか。わからないのなら、いろいろな人に聞くしかありませんね。時間の無駄のようですね。その程度で止める気ですか。力が見なぎる撃ってくれるとか。
邪魔をするなら打ち果たします。セーフ、100m の突破しておしまいなさい。先手としよう。セーフセーフ、はい、セーフ、死にません。セーフ、はい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 、慈悲などない。邪魔をするなら打ち果たします。いざ貧困の夢に舞い散れ。素敵なお嫁さんになるためにも、はい、絶対素敵な鳴き声が必要だと思うの。いじめるの上手。技あり。忍び天使。予想以上に厳しいみたいですね。私は正義です。強越至極にぞかるな。絶対正義の体現者になるには、ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。その程度で止める気ですか。日陰さん、夜桜さん、素敵なお嫁さんに必要なものは何だと思いますか。それはもちろん忍び天使。肝っ玉じゃ。肝っ玉のない女子では素敵なお嫁さんにはなれん。肝っ玉、それはどうすれば手に入るのでしょうか。度胸をつけるには戦闘が一番。相手になりますよ、ユミ。そこです。私の舞を披露します。受賞者。頂戴します。ふっふっ、喰らいなさい。頂戴します。はい。お別れですね。そこです。どうする。Hmm.
邪魔をするなら打ち果たします。光で舞い準備。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。どんな問題にも動じない心、それこそが素敵なお嫁さんに必要なんじゃ。確かにそうかもしれません。大切な人を支えられる力は大事ですからね。肝っ玉を太くすれば弓も必ず素敵なお嫁さんになれると思いますよ。では私は肝っ玉を育てることにします。そやけど肝っ玉って言われるとお嫁さんというより母ちゃんって響きの方が似合ってる気がするで。肝っ玉をつけると母ちゃんと呼ばれてしまうのですか。そやで、弓母ちゃん。至極に存じます。この程度ではまだ絶対正義を実現できません。新たな舞をひらめきました。ユン、いい火事。お、喧嘩か。私も混ぜてもらうぜ。レンカさん、喧嘩ではありませんよ。素敵なお嫁さんになる方法を皆さんに聞いているのです。またそうやって可愛くぶっちゃってるのか。気に食わないぜ。私は可愛くぶってなんかいません。止める気ですか。戦車発生。100レース200レースに突破。力は同じ。私の前の構成になります。私の前の構成になります。戦車500力は同じ。700レース突破。納得の結果ですね。打たせてそこです。はい。眠りはぁ。力が熱い。シスター、お別れで許しません。はい。お別れですね。私の前の構成になります。私の正義を見せしましょう。邪魔をするなら打ち果たします。100レースに突破。お別れで300万円。かわいいか。
ですね。そこです。シッハ、お別れですね。くらいなさい。はっ、シッ、お別れ許しません。はい、シッ、お別れで許しません。はっ、シッ、くら許しません。はっ、シッ、お別れ許しません。はい、ふっ、くらいなさい。許しません。ふっ、シッ、くらいなさい。どうぞ。邪魔をするなら打ち明けします。殿下、聖火の宴に舞い散る。いざ鎮魂の夢に舞い散る。大体素敵なお嫁さんになりたいって考え自体がめめしいんだよ。殿下さんは素敵なお嫁さんにはなりたくないのですか。そんなこと思ったこともないぜ。嘘です。動揺してるじゃありませんか。私がそんなむむしいことを思うなんて、ありえないぜ。本当でしょうか。やめ、この話はもうやめだ。お別れで許しません。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 これで終わりです。受賞者、これで終わりです。受賞者、決着。素敵なお嫁さんになりたくない人もいるのですね。私は正義です。参考評価をいただき、強越至極に。この程度ではまだ絶対正義を実現できません。ユン、鎮魂の夢に沈みましょう。ユン、カジン。ユン、素敵なお嫁さんになる方法を探しているそうだな。村雲さんはご存知ですか。我の知識をなめるな。そんな情報などすでに漫画から入手済みだ。本当ですか。お願いです、教えてください。なら我との修行に付き合ってもらうぞ。弓の動きを漫画の参考にしたいからな。そこです。消えなさい。
撃たせていただくそこですか。消えなさい。はっしゅしゅしゅ消えなさい。はあ。体が熱い。マイチ。やるな。
済ませていただきます。絶対正義の体現者になるには、ユウ、鎮魂の夢に沈みましょう。止める気ですか？結局素敵なお嫁さんになる方法はわからないままです。ユミちゃん元気ないね。大丈夫？バスコさん元気ないところ体を動かすのが一番だよ。私と一緒に体を動かそうよ。はい、そこでした。
これで終わりです。邪魔をするなら打ち果たします。あ、いざ貧困の夢に舞い散れ。それでユミちゃんは何を悩んでるの？素敵なお嫁さんになるための方法がわからないんです。素敵なお嫁さん、あ、技あり。それってうちのばっちゃんみたいな人のこと？ソイリ様ですか？うん、私はばっちゃん、素敵なお嫁さんだと思うよ。どうしてそう思うんですか？だって誰よりもじっちゃんに厳しいのに、誰よりもじっちゃんに優しいのに。だから私はばっちゃんのこと素敵なお嫁さんだと思うけどな。なるほど、確かにさゆり様は素敵なお嫁さんですね。ということは、ウェディングドレス姿もなかなかのもんだったんだよ。とてもお似合いだったんでしょうね。
を始めるかね。言っておく。はい、覚悟しています。それじゃいっちゃもんでやろうかの。え、素敵なお嫁さんになるにはまず爆乳にせんとならんの。そのためにはほれ、もみもみっと。いや、鍛錬を積ませていただきます。この程度ではまだ絶対制御を実現できません。おかえり。決めたぜ。音量を変更できるぜ。私が行こう。お姉ちゃんのためなら。行ってくる。それじゃ行ってくる。ヨナちゃん行ってきます。ホムラ出撃する。ヨミ参ります。日陰参るで。ジャスミン押して参るよ。龍騎参りますね。殿下まかり通るぜ。ドッカーンドッカーン。この程度の任務もこなせないなんて。大道寺参る。リンいざ参る。それじゃ行こうかね。あやね参ります。どれにするのかしら。これにするのね。忍び学生の物語ね。あまり気乗りがしません。ものですね。うんうん、このクッキー美味しい。みのり、もっとお行儀よく食べるのです。なんで。なんでって忍びとして恥ずかしいじゃないですか。じゃあ他の忍びはしっかりしてるの。え、みのり見たの。他の忍びの子たちだってすごかったの。変なもの食べたり変な姿勢で食べたりしてる人お外でいっぱい見たことあるよ。少し見て回ってみよう。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。ゲットレディー。美味しいです。最高です。
食べ方をして。ごちそうさまでした。極上の残飯でした。極上の残飯、どこから突っ込めばいいのじゃ。リョーナちゃんにはいろんなものを突っ込んでいいよ。はあ、何を言っておるのじゃ。突っ込んで突っ込んで突っ込んで、はあ、変態じゃ。あっちに行け。ボディーがそこつけりゃ、せいかせいや。ボディーがガラキじゃ、せいかせいや。ボディがガラキじゃ。でりゃ、くらえ、そこ、でりゃ、でい、でりゃ、でい、ボディがガラキじゃ。せよ、せりゃ、でりゃ、せい、は、くらえ。ヨーナ、悪の誇りを舞い掲げちゃう。いざ鎮魂の夢に邁進。夜桜ちゃん、夜桜ちゃんもやりますか。やるって何をじゃ。一人でも楽しめるプレイだよ。一人でも楽しめるんか。あ、ね、待て待て、卑猥なことを言ったら許さんぞ。卑猥といえば卑猥かね。じゃあダメじゃ、ダメダメ。架空のご主人様に残飯を犬食いさせられるっていう妄想プレイなんだけど。はあ、そんな卑猥じゃないでしょ。卑猥とかそういう問題じゃないんじゃ。なんで。食を甘く見ると痛い目に遭いますよ。この程度じゃないじゃろ。デイデクセイセリア、やるな。おめえは極楽には行かせんよ。シンラムアミだ。よし、予定より早く片がつきましたね。わしの勝ちですね。
夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。ゲットレディ。あそこにも発見じゃ。私の勝ちでよろしいですね。セリフ、ぶち抜く。Yeah.
まだ修行が足りません。もう一遍挑戦じゃ。夜ザクゲストレディ、あそこにも発見じゃ。おお、やっぱり美味しい。食事はわしが守るしかないようじゃ。よし、予定より早く片がつきましたね。ありがたい評価じゃ。わしはもっと強くなりたいんじゃ。
食べ過ぎはお腹が痛くなりますよ。ちょんちょん、アイスのゴミもそのままじゃねえか。ちょん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 、返事をせんか。返事を。そうだけど悪い。え、そうだけど悪いって言ったの。悪いに決まっとるじゃろ。うるさい女。どうやらおめえにもお仕置きが必要なようじゃの。乗ってくれ。セリア、言いなさい。ロッパしてあげる。セリア、うがて。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。まだまだ余裕じゃ。今日は野外すき焼きだぜ。外ですき焼き。まあ外で食べればどんなものでもうまいわ。
確かに美味しそうじゃん。ドンプーン、すき焼きにラーメン投入、太巻きも投入。おい、何をしている。私の太巻きが。美味しそうなすき焼きに何をするんだ。こいつでどうじゃ。まだ一撃で沈めていっても。
るの。はっ、やるの。耐えれるかな。セリフ、はっ、ぶち抜く。やるの。デリア、セリフ、デリ、セリア、セリ、セリア、セリア、デリ、はっ、デリ、セリフ、デリ、デリ、セリ、ドリア、デリ、ドリア、セリ、セリ、セリア。忍びごっこの始まりだよ。いざ鎮魂の夢に邁進。これだけのパンケーキを全部食べる気か。大丈夫、全部食べるよ。食べられるわけない。食べられるの。食べられる。食べられるの。無理。無理じゃない。お仕置きじゃ。私の勝ちでよろしいですね。ヘイトイ、ヘイトイ、セリア、受けられます。ヘイトイ、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 やるの。ヘイトイ、いくよ。ヘイトイ、ヘイトイ、ヘイトイ、違うと言うんじゃ。このパンケーキはみんなで食べようと思ったの。足が悪かった。みのりの思いも知らずに。うんうん、いいんだよ、分かってくれれば。
今日はお行儀とか忘れてみんなで楽しくパンケーキを食べましょう。これにするのね。忍び学生の物語ね。今日の相手は楽しめるかな。やばいやばいやばいんだって。もうネタが何もないし。禁じ手だけど、あれ、やっちゃおっかな。でも少しだけなら大丈夫っしょ。みんな新ネタよろしくね。周りには誰もいませんね。お、ひとりたち発見。お、ランジェリーショップに入ってきたよ。下着にもいろいろな種類があるんですね。お、なんか鳥はスーツの匂いがするよ。ドキ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 。うん、こっちもドキドキだよ。
ましょう。やったー、セクシーネタゲット。しきさん、真面目なイカルガちゃんがこんな刺激的な下着を選んじゃうとはね。これはやばいでしょ。私は別にこの下着を買おうだなんて思っていません。ただ手に取っただけです。だよねだよね、きっと私のブログの読者もそう思ってくれるって。写真をブログに載せる気なのですか。させません。絶対に阻止しなくては。油断しましたね。どうしてうちをドッカーンってさせるんすか。
た瞬間をゲットすれば、オカルト好きの読者が増えちゃうかもね。ひどいっすよ、そんなことのために。私のブログのためだから許してね。さあ、どんどん英語話しちゃうよ。よっ、100万円だった。おい、おい、
マジ最高だよ、ユミチ。写真を撮ってるのですか？うん、すっごく綺麗だよ、ユミチ。じゃあ次はコスタコ、着るものをはだけてみようか。着物をはだける、こうでしょうか。うわー、ユミチ見ても超セクシーだよ。いいね、いいね。これならブログの読者も大喜びだよ。ついつい乗せられてしまいました。それにしきさん、まさかその写真をブログに載せる気ですか？安心して、すっごくセクシーに撮ってるから、みんなも必ず喜んでくれると思うよ。そんな、喜ばれても困ります。ごめんね、ヨミチ、やめられないし止まらないんだな。人工の夢に沈むっちゃないね。ジャンプ終わらせよっと。あ、野球人だ。スキコは何なのだ。やばい、これ絶対すごいの取れちゃうよ。何の野球人、自己出して巨大一歩。はぁ、
といけてないんじゃない？その程度とかマジウケる。さっさと終わらせよっと。野牛前しろ。光舞い準備。ぬらくも鎮魂の夢に沈む。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。おほら早く投げ落ちる。イカ出して巨大イカ。だからなぜだ。触手に決まってるじゃん。イカの触手でヒカゲチンとムラッチをグニグニしてよ。マニアックだな。そういうのが好きな読者に取り込みたいからね。やぐち、やだ。技あり。お願いします。拒否する。俺のイカはそういうものではない。じゃあ無理やりにでもイカをひねり出しちゃおっと。よし、ほらほら、ああ、なんだ。さあ、レッツ。
Yeah.
炎で抱いてあげちゃう。こんなのって、やっぱみんなを困らせるのはダメだよね。これで終わりとかなんないわ。誰にも迷惑をかけずにバイオレンスでセクシーな記事が書ければいいんだけどな。私も特殊メイクしてみたい。アスカさん、実は私も前々から。へえ、ユミちゃんもなんだ。ユミちゃん、特殊メイクって面白いよ。アスカさん、私はケイさんの格好をしてみました。いかがでしょうか。かわいい。ユミちゃんになら逮捕されたいよ。マジ最高、あげあげ。マジ最低、下げぽよ。あれ、ミライチン。コスプレのブログ読んだよ。すごく面白かった。みんなもすごく楽しそうだし。ごめんねミライチ、ずっと誘おうと思ってたんだけど衣装の準備とかで忙しくて。いいのいいの、気にしないで。ずっとずっと連絡待ってたけど気にしないで。じゃあさ、私がこれからアップする予定の新作小説を読んで。うん、それは別に。私の思いは全てその小説に込めてあるから。タイトルは売りは四季の濃密な自信だから。じっくり丹念に書いたから読者の反響もすごいと思うわよ。
納得かな。私さすがじゃない。衣装を選んでもらいたい。するのかしら。これにするのね。いらっしゃいませ。あやめのおすすめは、これにしますか。お買い上げ。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 これにしますか。するのかしら。これにするのね。衣装を選んでもらいたい。これは私には似合わないだろう。どうだ。どうだ。こういうのが趣味なのか。私には似合わないだろう。私には似合わないだろう。私には似合わない。ヒラヒラしすぎじゃないか。私には似合わないだろう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 。Thank you.
するのかしら。これにするのね。忍び学生の物語ね。私ってまだまだいけるのだろうか。私はまだ若いのか、それとももう若くないということを受け入れた方がいいのだろうか。そうだ、女子会だ。よし、早速女子会の参加者を集めるとしよう。覚悟を決めろ。拒むのであれば容赦なく斬る。ゲットレディ。大道寺、女子会を開くぞ。お前も参加しろ。リンさん、共に語らん。バカさんの不安を吹き飛ばそうではないか。結構だ、我はまだリンさんより若いからな。何だと、うん、距離を取らねば。今が好機。逃さんと100連戦突破。今が好機。200連戦突破。300連戦突破。400連戦突破。せやっ、えいっ、はっ、うっ、せやっ。500連戦突破。この程度なら、せやっ、うっ、ぜいっ、えいっ、ぜいっ、逃がさんぞ。はっ、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 えいっ、ふん、ふん。この程度で終わりか。その程度では私は止められんぞ。逃がさんぞ。100連戦突破。200連戦突破。はっ、容赦なく。逃がさんぞ。100連戦突破。200連戦突破。ふっしゃっ、えいっ。300連戦突破。しゅっ、うっ、ぴゃっ、えいっ。距離、せっ、せっ、400連戦突破。ふん、しゅっ、ふん、ふん、うっ、せっ、せい、ふん、はっ、せい、逃がさんぞ。ふん、ふん、せい、ふん、しゅっ、ふん、うっ、せい、ふん、うっ、せい、しゅっ、ふん、うっ、よそせい、せい、しゅっ、しゅっ、うっ、逃がさんぞ。テイ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 、よし、逃がさんぞ。テイテイテイ、100連戦突破。テイ、よし、逃がさんぞ。テイテイテイ、よし、逃がさんぞ。テイテイテイ、よし、テイテイテイ。どこを見ている。よし、
テイク逃がさんぞ。よそ見する暇があるのか。逃がさんぞ。私よりも若いとは聞き捨てならないぞ。本当のことだ。我はリンさんより若い。なぜだ。年だってそう変わらないはずなのに。リンさんは毎晩居酒屋で浴びるように酒を飲んでいるのだろう。そんな生活が我とリンさんとの差を生み出した。毎晩なのではない。ストレスが溜まった時だけだろ。なるほど。では毎日ストレスが溜まっているということか。かわいそうに。やめろ。哀れみの目で私を見るんじゃない。せっせっせっよし。距離を取らねば。Woo!
よそ見する暇があるのか。距離を取らねば。勤勉だな。いい姿勢だ。私の力を知りたいのか。キリア先生に顔向けできない。厳しい修行は大きな力を与えてくれる。忍びの技試してみるがいい。忍びの技試してみるがいい。何事もノルマが終わってからが本番。ゲットレディ。みやび、女子会を開くからお前も参加しろ。女子会ですか。別に構いませんが。面白そうで、私も参加していいですか。ダメだ、
保つ方法は語り合えるはずだ。私はスズメ先生と同じではない。抗うな。お前は私と同じ立場の人間だ。やめろ。私を巻き込まないでくれ。私はまだ若いんだ。いいや、二十歳過ぎたらみんな同じだ。なんか憎い争いって感じ。お前に何がわかる。距離を取らねば。どこを見ている。終わりだ。距離を取らねば。距離を取らねば。もう一瞬100連戦突破。魂ごと燃え尽きるがいい。喜ばしき
方がいい。痛みを分かち合えるからな。私の辞書に情けと容赦の文字はない。至極当然の結果だ。厳しい修行は大きな力を与えてくれる。決めろ。拒むのであれば容赦なく斬る。ゲットレディ。ハルカか。お前は判断が難しいな。スズメ先生、判断って何のことかしら。仕方ない、戦ってみて。その動きで判断してみるか。私の力を知りたいのか。距離を取らねば。百連戦突破。百連戦突破。距離を取らねば。テイク、テイク。400連戦突破。500連戦突破。この動向を見て。まだ衰えていない。逃がさんぞ。逃がさんぞ。いい姿勢。
りだ。いざ火炎の魂に満ち。ハルカ、お前はまだ若いな。当たり前ですよ、スズメ先生。そうやって余裕で笑っていられるのも今のうちだけなんだからな。あらあら、若者に当たり散らすなんてみっともないですわ。お前の若さが憎い。憎たらしいぞ、ハルカ。若いってそれだけで罪なのね。終わりだ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 。あの人の元に戻れるのは近いか。忍びの技試してみるがいい。何事もノルマが終わってからが本番。ゲットレディー。イム、お前なら参加してくれるはずだ。
鈴音先生、参加とは一体？若さへの不安を吹き飛ばすために飲み語り合う女子会だ。もちろん参加してくれるな。でも僕はまだ若いですから。若い？嘘をつくな。怖い。鈴音先生、どうしちゃったの？200連戦突破、300、瞬殺する。100連戦突破、覚悟はできたか。連続でいさせてもらおう。400連戦突破、これが死の風だ。せっ、落ちるがいい。打ち滅ぼす。この程度打ち滅ぼす。全然突破、まだ衰えていない。かわせるか。打ち滅ぼす。かわせるか。目障り。
誰も女子会に参加してくれないのだ。蝶と呼ばれる忍び、まだ遠い。至極当然の結果だ。己には常に厳しくあれ。忍びの技、試してみるがいい。いざ、蝶と呼ばれる忍び。ゲットレディー。あっ、一旦引くわ。これにするのね。こういうのには疎くてな。仕事着だな。こういうのが趣味なのか。ヒラヒラしすぎじゃないか。ヒラヒラしすぎじゃないか。どこにつけるつもりだ。するのかしら。これにするのね。あとはお願いね。どれにするのかしら。これにするのね。忍び学生の物語ね。蝶と呼ばれる忍び、いつかその極み。いざ、蝶と呼ばれる忍びたれ。ゲットレディー。私が参加してやろうじゃないか、リン。ジャスミン様。共に若さを保つ方法を語り合おうじゃない。女子会じゃ、女子会じゃ。セアッハッセアッハッ。700連戦突破、800連戦突破、900連戦突破、1000連戦突破。まだ衰えていない。ヤッヘイッヤッハッ。容赦なせ、逃がさんぞ。どこを見てる。はあ、300連戦突破、200連戦突破、300連戦突破、300連戦突破。
というよりも公民館などで行われているお茶会みたいになってしまい、リン、わしをババア扱いするとは、度胸じゃな。申し訳ございません。ですが私は女子会がしたいのです。見るんじゃないよ。してはくれないのだな。私の辞書に情けと容赦の文字はない。
居酒屋に行こうかな。今日はもう寝よう。遅いではないカリンさん、もう女子会の準備はできているぞ。大道寺、どうして？たまにはこうして集まって語り合うのもいい、そう思ったんです。今日の私はとてもラブ&ピースな気分だ。